ね、ワイワイ。ということで、ですね、今はトヨタ車体さんのブースにやってきました。ここには木でできたいろんなものがあるということなので、ちょっとお話をお伺いしたいと思います。はい、高村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。トヨタ車体の高村です。はい、こちらは、はい、これ全部木でできてんですか？はい、はい、木を練り込んだ樹脂を使った樹脂を使ったものになっております。ちょっと触ってみても？ぜひぜひ触ってください。木っぽくない、見た目はちょっと木っぽいけど。見た目そうですよね。この今触っていただいた茶色い部分で言いますと、はい、木粉が約 20% ほど入っております。 20% も木粉、はい、木粉、崩して、そうですね、で細かくしてるってことですか？あの間伐で切ってくる杉の木があると思うんですけども、はいはい、杉の木を細かく砕いたものが樹脂の中に練り込まれている素材を使っております。樹脂の中に盛り込むと重くなるんですか、軽くなるんですか？樹脂に比べると多分木の、比重の方が少し軽いので、実際 の製品の重量としては、通常のプラスチックの製品よりも少し、わずかですけど軽くできていると思います、はい。これはこのボディスタイル自体も新しいんですか？あのボディのスタイルは現在、弊社から販売させていただいてますコムスっていう商品、はい、そのものの、スタイルを使ってますので、はい、本当にそれに材料の部分で、変更を加えたご提案というふうになってます、これ今回初ですか？そうですね、今回の人と車のテクノロジー展で初めて、はい、お披露目する。なるほど、じゃあちょっと皆さんにもじっくり見ていただいて。でこれちょっとなんかコルクっぽいですもんね。あ、そうですよね、このドットの感じが少し、はい、で上の部分はちょっとこのベージュの部分ですね、はい、ここは逆にそのちょっと木粉の部分が黒っぽい、つぶつぶで出てるかと思いますけど、はいはい、ここはあの木の皮の部分を使ってこのちょっと淡いベージュの素地に皮のドット柄を表現したような衣装になってます。この色っていうのは自分で変えられるっていうか着色してるんですか？そうですね、これは樹脂の方で着色をさせてもらってますので、今回はこうベージュとブラウンですけども、いろんなカラーをご提案できるようなものになってます。でも確かにちょっとこう自然な感じっていうか木の感じを出すのにはこの色合い、やっぱり色合い大事だと思うんですけれども、これなんで木丸なんですか？今回はこの森をイメージしているので、はい、プランコムっていう名前を付けさせてもらってますけども、プラントのコム、コムスで、なるほど。こっちの茶色い子は木丸っていう愛称を付けさせてもらってまして、はい、あちらにはあの森の緑をイメージしたグリーンのコムスがもう一台あるんですけれども、はい、そちらは緑丸という愛称を付けさせてもらってます。あ、本当だ、緑丸、はい、後ろの部分も違うんですね、こうやって離れてみると、ね、こちらデザインがデッキにあの茶色いボックスがついてるタイプですけど、ちょっと人がいらっしゃるので、じゃあちょっとこっち見ましょうか。ちょっと中も見てもいいですか？あ、いいですよ、いいです。中はですね、はい、こう内装の部品に関しては、黒い樹脂なので普通に見たらちょっとわからないんですけど、この内装の部品にも全て木粉入りのタブットという素材を使ってます。あ、そうなんですね、面白いです、はいはい。でこのなんかシートもいいんですか、ここ離れててっていう感じなんですけど。あ、これは今合口で市販してるコムスをそのままちょっと使ってて、でカバーだけはちょっと今回のこの木丸のカラーのイメージに合わせたものをちょっと特注で、作ってますけれども、シートこういう感じですね。で後ろの方を見ていただくと、はい、ここはちょっと濃い茶色でできてまして、ここちょっとまた成形、ね、そうですね、はい、ちょっと成形の作り方が違うので、少し素材も変えてるんですけれども、ちょっと映像では伝わらないんですけど、匂いを嗅いでいただくと、すごい木の匂いがする、ちょっと甘い香りが、ちょっとこれ持ってていただいてもいいですか？いいです、はい、これちょっと今ね、なんかね、木の匂いも強い、しっかりする。これ本当の木の匂い？そうですね。ね、木がちょっとこうスモーキーな木の匂いっていうか、ちょっと焦げてる感じの木の匂い。そうですね。ですね。ここもそうですか？そうですね。ここもこちらと同じ素材で。シートのバックボードは作らせてもらってます。なん
中乗っても大丈夫ですか？あ、どうぞどうぞ。持ってます。ちょっと、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、木丸に乗ります。あ、かなり車高が低いシートの位置も。で、見てください。このカップホルダーのデザインが変わってる。これ、何か意味があるんですが、こっち側にはなんかこう立てるものを入れる？そうですね。そちらにはそうですね。スマホとか。スマホ立てていただいたりです。そこも小物入れになってますね。あったりしてます。へえ。なるほど。面白いですね。ここにこうガードが。バイザーが、はい、ついております、ね。でも冬はちょっと寒くないですか？ちょっと寒いかもしれません。寒いかもしれません。はい、じゃあ続いてじゃああっちの緑丸。はい、なんか緑丸の方が気のせいか人気なんですけど。なぜでしょう？そうですね。緑丸は先ほど見ていただいた木丸と基本的にはまあ色違いという形で、あの緑丸なんかエアコンついてるの？あ、そうですね。こちらちょっと今回あのコンセプトモデルということでこういうちょっとエアコンの展示もさせてもらってますけども、はい、素材に関しては先ほど同様にやっぱり木の木粉を生かした表現で、あの作らせてもらってます。まあ、こういったカラーもできますというご提案ですね。で、後ろに、はい、後ろにはこのデッキのボックスがついてますよね。ボックスがついていて、はい、でやはり木粉を入れるやっぱり一番のメリット、後ろにもちょっとこう書かせてもらってるんですけども、はい、あの部品を作る段階での CO2 の排出量を削減するっていうのが一番の、あの、まあ、コンセプトといいますか狙いになってますね。まあ、あの石油由来の材料を植物に置き換えることで、はい、あの CO2 を削減しますし、まあ、あの植物自体が成長段階で CO2 を吸収しているので、さらにその CO2 をあの減らす、そういった素材、あの地球に優しい素材という提案でやらせてもらっています。なるほど。で、あと気になるのがこのなんかいろいろ後ろにある、こちらはその素材、ここ今回部品を作ってるタブウッドっていう素材そのものを、はい、あの紹介させてもらってます。え、桜も使ってるんですか？あの今回の車に使ってるものは、こちらの杉の木粉と杉の皮ですね、はいはい、杉の樹脂、はい、でその他にヒノキ、桜、カラマツみたいな、こういった他の木の種類でもできるのかっていったところは現在、あのもしかしてそれが上の進めてるところですね。上のこれがこの辺にもあるかもしれないです。なんか桜っていうと気のせいかのでも実は杉だったりします。そうなんだ、はい、え、桜はどれ、あの黒いやつですか？桜は多分今ここは多分杉ばっかりじゃないかなと思うんですよね、おそらく。え、これそっか、入れる量じゃなくて樹脂の色を変える、あの木の量も変えてますし、 あとはその入れる樹脂の色ですね、顔料の部分での変更もさせてもらってます。はい、なのでこういった、まあ、この辺がその形になる前の原料ですよね。あの、まあ、この辺、これがもうまさにその木粉だったりとか、これ触っても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。これどう、これを練り込んでるってこと？これはもう今タブウッドになってますね、うん、これはもう樹脂と木粉が合わさった状態のものがここに並んでます、うんうん、これは完成してる、そうできてるグレードになります、はいはい、でこれを溶かして型に流し込むとこういった部品が出来上がると。で最後に色をのせる、あの色はもうその溶かして流し込む段階で色をつけていきます。じゃあこれはこれとか、あ、そうですね、これにまたちょっと色を足すとこういうのができたりとかしていきますね、うん、やっぱり色はちょっとのせた方がいいわけですね。はい、こうナチュラルなカラーっていうのももちろんいいかなとは思うんですけど、うん、まあ、いろんなカラーのご提案そちらにもありますけど、あの木イコール茶色しかできないかっていうと、うん、こんな色だとかこんな風合いもできますっていうのをいろいろ展示させていただいてますね。はい、でこちらはこちらもそういったあのカラーとか、そうですね、素材カラーサンプルですね、この辺もこういったちょっとこう波模様みたいなのが入ってるのは、あの木の含有量が高いグレードになってますね。でこういう木の含有量が高い方がお値段も高いんですか？いえ、そこはそうとも限らないと思います。そこはちょっといろいろその出したい物性とか性能面の部分も含めてトータルで変わってくるところですので、あのこちらにもこうお椀の、これもあのこのタブウッドを形にしたパターンですね。そうなんで、持っても大丈夫ですか？あ、大丈夫です。軽っ、そうですね、だから木見た目すごくなんか、はい、なんかどっしりした感じに見えますね。瀬戸物な感じがするんですけど、す
すごい軽いいですねこれ、うん、ですけどこうプラスチック、うん、プラスチックしてないというか、うん、その安っちい感じはする、ね、安っちい感じとはちょっとまた違う風合いが出て、うん、こういうのはまさにあれですね。だからあの、うん、毎回作るごとに、うん、あの多分見た目の表情が違うものができてくるので、うん、なるほどね、その配合とかでね、で木目みたいな感じじゃないですか。そうですね、一個一個がちょっと違う表情を出してるという感じ、でもこの質感ちょっと面白いですね。そうですよね、なんかいい、例えば病院とかで使うのに、うんうんうん、なんか軽くて壊れない、割れない、ね、割れないからすごくいい気がする。そうですね、ね、しかもちょっと高級感があるじゃないですか、はいはい、でいろんなのを選べるし、あとちょっと和っぽいですね。そうですね、やっぱり木を使うとテイスト木だからちょっと和風な感じ出ますよね、うん、でもプラスチックだとなかなかそういう感じって、はあ、そうです出ないかなと、もっと冷たい感じがする、うん、面白いですね、はあ、でも今回この木に注目したっていうのはやっぱり何かあるんですか。いや、トヨタ車体としてはもともと随分長い期間その木粉入りの材料っていうのを、うん、あのメンバーが開発してきた経緯もあって、うん、あのその中でいろんな、まあ、今こう、ね、うん、サステナブルですとかカーボンニュートラルっていうのがすごい言われるようになってきて、改めてこういう材料が注目されだしたっていうのが正直なところですかね、うんうん、そうですよね。でブースもなんかそういう作りですもんね。そうですね、結構木をたくさん使って他のブースとはちょっと雰囲気違う感じ演出できてるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでこちらトヨタ車体さんのブースでした。ありがとうございます。ありがとうございました。